皆様こんにちは。今回は Android Wear を使って遠隔で Android のカメラシャッターを押す方法をご紹介させていただきます。 Android Wear を Android にペアリングしている場合、 Android のカメラシャッターを Android Wear で遠隔操作できる機能を利用することができます。ただしあくまでも Android のカメラアプリが Android Wear をサポートしている場合のみ利用できる機能となるため、すべてのカメラアプリでこの機能を利用できるわけではありません。 Google が Android 向けに Google Play で配信している Google カメラアプリでは利用することができるので、今回は Google カメラアプリで利用できる Android Wear の遠隔カメラシャッター機能の内容に沿ってご紹介させていただきます。Android Wear から遠隔でカメラシャッターを押す方法は、まず Android 側でカメラアプリを起動します。するとペアリングしている Android Wear の通知にリモートというカードが表示されるので、それをタッチします。リモートをタッチすると Android Wear のディスプレイ全体にシャッターボタンが表示されるので、任意のタイミングでボタンをタッチします。シャッターはすぐ押されるわけではなく、3秒のカウントダウン後に押されるので、自撮りをする場合はシャッターを押してからポーズを決めましょう。撮影が完了すると撮れた写真が Android Wear に表示され、撮れ高を確認することが可能です。 Android Wear による遠隔シャッター機能はカメラ撮影でのみ利用できます。動画撮影では利用できないのでご注意ください。以上、Android Wear を使って遠隔で Android のカメラシャッターを押す方法のご紹介でした。